パトリック・ジョセフ・リーヒ1940年3月31日台はアメリカ合衆国の政治家、法律家。所属政党は民主党で、宗教的にはローマ・カトリックの信徒である。なお、姓についてはウィリアム・リーヒ海軍元帥と全く同性であるが、その発音はリーヒではなく、上記の発音記号の通り、レイヒ内氏は レイヒーの方がより本国での発音に近い。1975年以来、バーモント州選出の連邦上院議員を長らく務めており、現在は7期目。主に選任順序によって決定される連邦上院議員の序列においては、2012年12月17日、それまで上院最古んだったダニエル・イノウエ上院議員の死に伴って在職期間最長となったことから、 同議員が務めていた上院会議長の職を継承した。上院では司法委員会に長く所属しており、現在は同委員会の委員長を務めている。リーヒはバーモント州モントピリアで印刷業を営むハワード・フランシス・リーヒとアルバ夫妻の間に生まれる。彼の祖父母は19世紀にアイルランドとイタリアから移住し、石切り場で働いた。1961年に セントマイケルズ大学を卒業し、政治学士の学位を取得。1964年に、ジョージタウン大学ローセンターで、法務博士の学位を取得する。ありがとうございます。